はい、皆さんこんにちは、ペッサでございます。シティーズスカイラインですね、続きやってまいりましょう。長年って言うと変な言い方ですね、懸案事項でした。ようやくここもね、きっちり配線収まりましたんでね。さあ、これからまあどうしていくかっていうところですね。あ、車まだこっちはね、ほとんどやっぱり、あ、でも通ってるね今見たけど、まだここね、出入り口作ってないから、まあその辺の兼ね合いもあるんですけど、まあ真ん中あたりでね、一個、あ、ただ下り坂だからな、ここには一個ね、出入り口あるけど、入っていく通路がないんですよね。どこまでね、まあまあ工業地帯で引っ張っていくかっていう。そうか、ここに橋脚ついちゃったからだ。まあ、ちょっとミスったかな。
あ、そうか、ここだったら、あ、ずれてるし、顔、ここ。24でちょうどええぐらいか。ですね。おいや、ああ、ジュニアから。開いた、当たりよ。そうか、当たるか。ついてまえやね。4のカーブじゃダメ。8。4じゃない、3のカーブだとダメやね。だったら、あ、いい、うん、いけるいける。まあ、もうちょいこの辺まで伸ばしてもよかったんだけどね、まあ、あまりちょっと高速ばっかり作るの、まあ、これが縦に伸びてここと関連してきますんでね。ただこの辺は、うん、鉱石がもうないので、普通に引いちゃいますけどね。まあ、下ろしてもいいし、これを越えてこの辺のフォローもしてもいいですしね。あ、やったらごめんなさいね今ので。
カーブしちゃってるから、まあ一応配線あと残しときましょうか。また使うかもしれないから。この辺はね、あえて岩壁を作らずにっていうところですね。バス停ぐらいでしょ、あるの。あ、前か、壊れるから。壁がね、どうしても地価が高くなる傾向がね、ありまして、それだったらね、もう自前で建ててっちゃおうかいうところですね。3…44、あえてね、ちょっと規模のちっちゃい建物をね、規模というかレベルのね、を建てていこうかと。ちょっとね、資金集めが必要だったんで、しばらくしね、放置いうわけじゃないんだけど、レベル2も立てとこうか。
か、9やから4334。レベル2の34。で、レベル1の34。あれ、ああ間違えた。で2軒ぐらいちょっといい建物建てちゃおうか。あ、水だ。そうか、漏れるんか、ここは。よいしょ。まあ、ここね、地下鉄通してるんで、ここにね、後々バスは走らせるつもりではおります。側にカーブするやん。あ、でもここはうん、まあまあこんな感じやろね。っていうのがなかったはずなんですよね。23はあっても、で、3、あ、34が、あ、43がないんか。ある。おお、かっこいい。はあ、なるほどね。これあれか、コテージみたいに建てれるんだ。どっかいい場所ないかな。せっかくだったら建ててみたいよね。
だからキワキワにライン引っ張れば作れるっていうことですもんね。3×3、 ちょっとレベル高すぎるのもあれやね。あ、これいいや。ほい。で、2×3 があれば。あ、違う、3×2 か。3×2、あ、これ、これだね。よいしょ。まあね、よくシムシティの頃ね、実況してらっしゃる方言ってましたね。こうニョキニョキタイム言ってね。で、バスが、あ、一応走ってんのか。こうや。はい。ちょっと遠回りさせる感じね。それでは、まあ結構もう時間経ってるんで、今回はこれぐらいにさせていただきましょうかね。って言うても住宅建てるだけで終わっちゃいましたけどね。あ、そうそうそう、あとね、もう一個ちょっと録画が入ってなくてね、これはちょっと個人的なミスだったんですけどね、ここちょっと地下鉄延伸しておりますんでね、またその辺もちょっと状況を見てみたいと思います。では、小町タウン長峰川のお別れです。よいしょ。まあまあちょっとね、住宅をね強引に建てたおかげで人口はまあまあ増えてきておりますんで、あとね、働く場所ちゃんと確保してあげたら人口は安定するんじゃないかなとは思っております。ではまた次回です。それではさよなら。